デカ盛り氏帰ってまいりました。お願いします。お願いします。自己紹介をお願いいたします。皆さん、初めまして森島です。よろしくお願いします。違いますか？違います。なかなかね、来ることが難しかったんですけど、6年半は本当に応援ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとやったから、ちょっと病気が進んでる。進んでる。さらにお越しになりまして、どうもありがとうございました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。去年この
景色見たとき、すごい多分緊張してて、今日ちょっと余裕があって、なんか、僕も森島君と一緒で、昇格報告のときのなんか、景色、こんなだったなと思ってます。そうですね、はい、2018年のときに昇格しました。あのとき、ケンさん、得点はチームトップの12得点。藤本選手と、そうですね、はい、そうですね、4人、12かけたとか、そうですね、そうですね、そうですよ。そんな、ケンさん、雄大選手が対戦した町田戦では、前半でハットトリック決めた試合がすごくありましたね、思い出しますけど、雄大さん、あの時どうでした？覚えてない。4対3、はいはい、3点も取ったんですか？困りますね。前半そうですね、対象者が出て、そうです、はい、思い出しました、監督も、いや、さん、思い出しました。でも、あの時、退場者出て、町田がやっぱすごい良くて、4対3でギリギリで、1人少ない中、ギリギリ勝ったっていう試合で、肩さんが怒った、唯一試合が起こった試合だったので、なんか、ハットトリックの喜びより、これじゃダメだなって、強く残った、気を引き締められた。あれは確か4月28日ですね、ゴールデンウィークの前だと思います、はい、こういう時期ですけどね、そうですね、もう得点はもう思い出します。